神織ユニット FD4010 は小サイズながら多彩な織に対応し、お客様の業務効率化を実現します。神織ユニット FD4010 のサイズは A4 用紙の短辺とほぼ同じサイズの約20センチ。これまでは設置するスペースの関係で導入できなかったお客様にもご検討いただけるコンパクトなサイズの神織ユニットです。従来技術の多機能な神織機 FD4020 と比べると幅が約26センチも小さくなっています。これだけのコンパクトサイズにもかかわらず、 Z 織りや2つ織りだけでなく、内三つ折りや外三つ折り、そして重ね折りもできるマルチ折り機です。本動画では内三つ折りと重ね折りについてご紹介いたします。実際の紙織りの操作手順をご説明いたします。プリンタードライバーの印刷設定画面の基本タブの中から原稿サイズ、原稿方向などを選びます。次に仕上げタブの織りの中から織りたい種類の設定を選びます。重ね織りを出力したい場合は重ね織りにチェックを入れます。最後に OK ボタンをクリックして出力です。内三つ折りの出力をご覧ください。重ね折りの出力をご覧ください。これまで手作業で行ってきた請求書などの紙折りも自動化できます。紙折りユニット FD4010 はしっかりとした折り目をつけることができ、従来技術の織り機より織り高さが低減しています。手作業で織り直す手間がなくなりました。またトレイへの収納枚数も従来技術の多機能な紙織り機より格段にアップしました。織り精度を向上させているため長さにばらつきがありません。織り精度が向上しているため、3枚まで重ね織りした請求書なども封筒にスムーズに封入でき、業務効率アップにお役立ちできます。リコー IMC8000、C6500 と紙織りユニット FD4010 でお客様の業務効率化をお手伝いします。